劇団スカッシュ火曜急上昇始まりました、火曜急上昇。今日はですね、はい、このものを取り扱えば急上昇しちゃうんじゃないかっていうものを、取り扱っていくコーナー、火曜急上昇のコーナーでございます。明日マクドナルドさんの方で、はい、チキンタツタの、新商品、チキンタツタと、あとタレタか、あの旨辛ダレの美味しいタツタがね、もう楽しみでしょうがないと。なるほど、皆さん思ってると思うんですよ。思ってる、劇団スカッシュ、OL 部に、所属している皆さんのことですから、はいはいはい、思ってると思うんですけども、はい、マック大好きつけてもらっていい？あ、マック大好き、劇団スカッシュOL 部だと思うんですけど、皆さんはあの、それが待ちきれない、もっと早く新しい美味しいものが食べたいと思っている方への、今日の動画になります。なるほど、まあいいや、はい。今日はですね、なんと、はい、かの完成されたバーガーと噂されているチーズバーガーにたった一つだけ、何か一つだけ、トッピングすることによってすごくうまくなるよというものを、発見しました。そんな記事を見つけましたので皆さんにご紹介したいなと思うんですけど、見つけたのは俺ね。一体何だと思いますか？わさび。おすごいですね、すごいですね。仲いいまま進んだじゃん。仲いいの一番だよ。違うんだよ。そう、わさびをねトッピングしたら美味しくなるよっていう記事があったそうなので、それをやってみようというコーナーです。なるほど。トッピングって一体どうすんだいと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、あのピョピョっとつけて、ピョピョパクッと食べるのか、あの肉まんって俺からしはペポッとつけてパクッと食べるの。ピョピョ、え、そこ？ピョピョ、ピョピョ、ピョピョはひよこでしょ？あ、ひよこみたいなもんでしょ？今ピョピョと言ってない。それだ、正しいのそれだ。チーズバーガーの方ですね。はい。まず開けます。開けました。そしてもう一個開けます。あ、こう開いちゃうんだ。こう開いちゃうんだ。ここじゃなかったんだ。でもここでもいいでしょ。そこでもいい。そっか、でもチーズがついてるもんね。そう、チーズが。俺さ、わさびマジ嫌いなんだけど大丈夫？お前が見つけてきた生地なんだろ。いや、辛いじゃんわさびって。いや、まあまあ量は調整します。量は調整します。量は調整して、大体俺が見た生地ではこのぐらいはつけてたんで、このぐらいはついてたんで、辛いじゃん。こう塗りたくると。本当に美味しいんだね。いやー、ちょっと待ってね。と、匂いは、匂いは複雑。複雑。あの、今どうどう、匂いは、お、なんかあのチップス、わさビーフ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 、どんだけ好きなのよ。あれ、もう一枚、もう一枚、あのやっぱり一人さ半分ぐらいは食べたいでしょ。でもなんか辰田さん、俺いらないって言いそうだな。いやいやいや、食べさすよ。だって自分で見つけてきた記事なんだから。そうだね。食べさすはやめてよ。給食思い出すじゃん。あー、思い出す、俺も思い出す。いい思い出ありますか？俺食えないものをさ、昼休み中ずっとこうみんな遊びに行ってんのに。その教育は確かにおかしいよ。でもさ、うちの母ちゃんは言ってくれたのよ。食べれないもん、そんな無理して食べなくていいよと。いい母ちゃん、すごいいい母ちゃん。すいません、パンタさん。すいません、僕、あのパン切れないんで。すいません。パンタ。こう切る人だって。ね、この包丁か。あ、すいません。違う。でも白いじゃん。白だったんだ。白い巨頭っていうギャグできるよ。お、白い巨頭。ダメだな。また謝罪動画作ることになる。それ以外に思いつかなかったんだ。クリーンにやっていこうって言ってたんだから。そうだ、今下品な動画やめよ。本当にそう、みんな止めんの早かったもん今。俺まあ包丁ここにあったのから。はい、できました。はい、まあ断面図はそう変わらない。え、もう食べてみていいじゃん。変化ない。なんかサムネっぽい感じのところ撮る。でもなんかさっきの、さっきのわさびとあれかな、こういう感じ。あ、いいじゃん、おしゃれじゃん。どう、いいんじゃない。どこに塗ったのって思っちゃうかもしれない。まあ、ええ、まあ食べてみましょう。はい、じゃあもう早速渡していただきますね。さすがは中田さん、マック大好きなんで。ただね、やっぱチーズバーガーってのはもう完成されてるもんなんで、こんなものが美味しくなるはずがないと思ってる。こんなもの、さあいただきましょう。ちょっとディスってたね。本当のこと言ってよ。どうどうどう、本当のこと言って。本当のことは聞きたい、こっちは。足りない、足りない。
うん、ちょっと足りないかな。あー、刺激が、うん、あさらに追いわさび、うん、あ、そこに塗る、そこ、いや、それも汗案件だよ。わさびでは汗出ないの。あ、出ないの。わかんないんだよ。どういう基準なんだろうな。うん、どうですか。どう。あ、違う、ちょっとわさびが効いたね、今ね。今、クスンと、ツンと抜けたね、ハサミ。ダッダーンみたいな言い方してたのよ。想像通りかな。美味しいのって、つまんないじゃん。そんなに変わんないってこと、どういうこと。俺、想像できてないよ。あ、できてない。うん。あ、でも食べたら、想像通りだなって思うと思う。うまいの。だから、ほら、あれだ、ステーキ、わさび塩で、わさび醤油で食べるじゃん、うん、みたいな感じになる。別に美味しいじゃん。ちょっとピリッと効いてる的な。ピリッと、じゃあちょっとピリッと効いてる。じゃあいいいい、うん、全然普通に食べれると思う。俺わさび嫌いだからね、一応言うけど、うん、食べた。自分で見つけといて口言ってなかったよな。あれやだ、やっぱ嫌いか。どういうこと。やっぱ嫌いなんかな。うん、最初から来るね。追いわさびしてないけど、うん、うん、どう。あ、でもちょっとだけ美味しさは分かるかもしれない。そのなんか複雑な感じになるよね。最初からわさびパン来て、うん、うっぜと思うわけよ、わさび嫌いな人からしたら、うん、なるほど。あ、いや、ケンちゃん俺があげる。なるほど。ケンちゃんうっぜと思うんだけど、うん、最終的にはなんかハーモニーが聞こえてくる。あ、そう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 、調和してんだ。そうそうそう、タンタタタンタンタンタタ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 タん？あ、ほんとだ、うん、ピクルスにわさびが効いてる感じがする、うん、あー、ピクルスとの相性がいいんだ、うん、なるほど。意外と、あ、確かにうまいかもしれない。意外とうまいよ、ピクルスと相性いい。でもチーズバーガーうまいでしょ。え、お持たせんだ結局。いや、それはいい、それはいい、それはいいよ。あ、うまい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 、確かにうまいかもしれない。え、うまいかも。うまい、うんうん、うまい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 、毎回やらないと忘れるんだよ、これ。どうぞどうぞどうぞ。うまいかも、うん、どう、うん、確かにピクルスと合ってるのかもしれない。うん、うまい。あ、好き。うん、俺も結構好き。ちょっとだから、あ、うまい、これ、うん、シャカシャカフレーバーみたいな感じで、味変、味変的な美味しさあるよね、確かに、うん、うまいかも、確かにうまいかも。ちょい足しとしてはなんか最初、もうチーズより先に来るもんね、うん、そう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 、一番最初に匂いがバーン。だから最初塗りすぎじゃないと思ったけど、あれぐらい塗ってちょうど良さそう。良さそう。わさビールなるならぬわさチーズだね。あ、うまい、わさチーズバーガー出た。ということで今日はいや今日はマクドナルドのチーズバーガーがわさチーズになるという動画でした。うまい、楽しかった、楽しかった。皆さんも、興味を持ったらやってみてくださいね。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おいしいな。いや、結構美味しかった。でもわさびって俺好きなんで、かまぼこにわさび塗って食いたいタイプだから、わさび好きなのよ。結局美味しくなるじゃん、それは。なんかでも、ピクルスとかがあんま好きじゃない人はさ、うん、あんまダメかもね。なんかピクルスの味が確かに強くなった感じ。うん、ああ、なるほど。そう、それはそうかもしれない。癖のある感じ。うん、あ、みんなピクルスあったんだ。ある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 だよね。でもピクルスが美味しくなった気がするみたいなこと言ってなかった？俺は言ってない。美味しいって言った。本当？うん。ピクルス入ってないもん。後で見返そう。言っててほしいな。言ってるとしたら俺もう多分嘘つきやねん。言っててほしいな。